なんか最近あのすごい VTuber のフリー画像を作っていただいて VTuber と合わせて効果的な配信画面にしたりサムネを作るっていうのが流行ってるんですよ。これ皆さん知ってますかね。まあ首輪とかね、あのリオンさんとか、クレアさんとか、まあいろいろみんな使ってたりしたんですけど、そういうフリー画像を合わせるのあったじゃないですか。これでね、あの他にもいろいろできてるんですよ。例えばリンゴを握りつぶすみたいな、この時点で面白いと思うんですけど、これね、あの三枝明奈さんだったらこんな感じの、この手ですね、手がフリー画像となって VTuber を後ろに行かせることで VTuber が何かしてるみたいな、そういうのが流行って、あ面白いじゃんと。でフリー画像も一緒にねやられてるんで、僕のこういうのもね、あの勝手に僕が握りつぶしてるのね作っていただけてんだろうなあと思ったらね、握りつぶされてたのは僕でしたね、うん、これ何が飛び散ってるんでしょうかね。何、気持ち悪いですよ何が飛び散ってるんですかねこんな信じたくなかったですよ。僕がね、あのその剣道部の握力を生かして何かを握りつぶしてる、あそれは今勇ましい絵が撮れるかなと思ったらね、やられてるのが僕なんですよね。まあでも頑張って、他にあるはずだ、きっとある、これだけ画像があるんだからあるはずだと思ったら嫌がらせされてる僕とかね、あのなんか僕は被害者である写真しかない、写真しかないっていうのがありまして、ね、まあでも被害者っていう意味ではそうだな、被害者っていう意味では皆さんもね、まあ、今回もですけどね、僕 の、 あの遅刻の被害を毎回被っているみたいな部分はなくはないと思うんですよね。まあね、ゆとり時間のね、あの豊かさを教えている部分はあるんですけどね、これですね、耐えきれなかった場合です、これが、ね、こんな初期の段階かな、ね、もっと先にいていいんじゃない、いいよ、まだ一番最先端に歩ん、最先端だけどね、バーチャルなんて。これはね、ちょっとオリンピックともシナジーがありますよね、え美しいですね美しいですねこれは10点10点10点ですよね、シンクロですから。そしてね、これ僕がね、終わった時の写真もありますから確実に終わってもうね、もうこれ最終回、剣持最終回の、ね、写真もありますけどだいぶね、なんか被害者であることが多いですけどね。あこれちょっとすごいと思ったんで、これはちょっと見ていただきたい。これはね、もう表現の世界、芸術の世界ですよ。これはね、見てください。はい。これすごくない？これコンペで負ける僕ですねコンペでね、頑張ってね、次のスライドをご覧くださいみたいな感じでね、いろいろ発表してお願いしますっていうのをね、いろんな会社とね、戦った結果負けた僕ですねね、門の位置的にこれは出てきたところです完全にやってますね、これはフィクションです。皆さん、この画像はフィクションです。実際の個人団体事件などには一切関係ありませんね。はい、よろしくお願いしますね。